オリンピックのフィギュアスケート競技は近代オリンピックにおけるフィギュアスケート競技である。これまで男子シングル、スペシャルフィギュア、女子シングル、ペア、アイスダンス、団体戦が実施されている。男子シングルとスペシャルフィギュアとが別々の正式種目として実施されたのは1908ロンドン五輪だけである。1976インスブルック五輪からは アイスダンスが正式種目として導入された。さらに団体戦が2014ソチ五輪から正式種目として加えられた。夏季オリンピックの1908年ロンドンオリンピックで男子シングル、女子シングル、ペア、男子スペシャルフィギュアの4種目が実施された。ついで、同じく夏季オリンピックの1920年、アントワープオリンピックで男子シングル、女子シングル、 ペアの3種目が実施された。冬季オリンピックが1924年シャモニー、モンブランオリンピックから始まってからは、冬季オリンピックにて正式種目として、男子シングル、女子シングル、ペアが実施されており、1976年インスブルックオリンピックからアイスダンスも加わり、2014年ソチオリンピックより団体戦も行われた。オリンピックは、 国際スケート連盟のランキング算出ポイントで世界フィギュアスケート選手権と同一ポイントの最上級の格が与えられている。ただし、オリンピック開催シーズンにおいても世界フィギュアスケート選手権が開催されており、世界一を競う大会が2つ存在することになるが、加盟国及び個人、または組は競ってオリンピックのメダルを争い、 両大会に出場可能な有力選手はオリンピックを最高の舞台として位置づけ、オリンピックで十分な結果を出した際には、直後に開催される世界フィギュアスケート選手権を欠場する傾向にある。ありがとうございます。